そしてですね、今日も来てくれましたけれども、こちらのラムエピソード4でワイルドカードとして登場しまして、途中からね、いるの、嘘でしょ、嘘でしょ、誰だ、知らなかった、本当びっくり、ちゃんと見てて、ちゃんと見て、本当にガチのサプライズでご登場をいただきました。ちゃんとしっかり見て、あなた子育ていいの？さあじゃあね、早速挨拶をしていただきます。そうなんです。え、じゃあ俺ギリギリでトイレ行って待たせてたやん。ちょっとトイレ待ちしてました。トイレ待ち、私もトイレ行ってて、今上がらないでくださいって言われて。だいぶ推しだった方いらっしゃいましたよね。お、それこそ態度が豹変しちゃってステージであわあわあわっていう方いらっしゃいましたよね、お会いして。いや、俺来てねえだろうな本当。誰でしたかっていう話です。いや、私が昔からファンだったのは塩田さんですよ、はい、そうなんですよね、スパイダーの塩田さん。いやもう、はい、ということでね、大泉さんごめんね、もう一個サプライズ、塩田さんからメッセージ VTR いただいております。いや、メッセージが可愛いわ。、はい、それぐらいならいい。じゃあ、ちょっと今からご覧いただくので少しだけ横に寄っていただいて、はい、ありがとうございます、はい、あ、そんなにね、外れなくて大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんでご覧いただきたいと思います。お願いします。かわいい歌声でしたよ。いい声ですね。ドリドリになった。あれ、続きあるわ。繰り返す日々に何の意味があんの、ああ叫んで飛び出すと吐き潰したロケーション跳ね上げるバトルフラッシュバック、君はフレーバー I remember あの登場のスパイダーでーす。そして、そして、その正体は？え？歌ってたもんね。嘘でしょ。やっぱり。嘘でしょ。普通。おお。え？さあ、大泉さん、前を向いて、ご準備をお願いします。いや、もういいって。ご準備をお願いします。ご準備をお願いします。さあ行きましょう。もう一度あの掛け声をお願いします。スパイダー、あなたは誰だ。はい、こんにちは。すごい。もちろんこの方、塩田玲子さんです。こんにちは。塩田さん、やってきました。はい、そうですか。ごめんなさいね、メッセージ VTR どころじゃないです、はい、なんかメッセージ VTR があるからその時だけは開け開けって言われたんですよ。そうそうそう、パフォーマンスのためにです。そこに出てくるためにですか。そうだったんだ、はい、なんだよあの打ち合わせ、ずっと俺たちを騙すためだけの打ち合わせか。そう、ほぼほぼそのための打ち合わせ。え、じゃあ僕は大好きな塩田さんもうんこで待たせたんですか。もううんこって言っちゃった。正直に弱んでいいです。うんこです。もういいです。うんこだろうなと思ってました。途中なんかまた街入ったでしょ。はい、だいぶ待ってました。そうでしょ、はい、あれ僕のうんこですよ。やめなさい。
めんなさい、言わないでください。はいね、さあ追加のサプライズということでしたが、大泉さん、改めて塩田さんにお会いできていかがでしょう。いや嬉しいです。私はもう、ありがとうございます。いやだからでもね、どうなんだろう、うん、私はもう塩田さんだって分かってるんだとしたら、もうマスクを外して歌ってほしかった。あ最初からね、ね、もうあの外して最後にこう歌ったこのグラマスカイがまあ可愛らしかったの。可愛いですよね、本当に声も素敵だし。いや塩田さんじゃないですか。いやもうでも本当にあのファンだとおっしゃってくれて、まあ初戦負けましたけど、本当に来てよかったなと思いました。そうですか。大泉さんに救われました。いやでも私一度でいいから普通の塩田さんに会いたい。そう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 。この姿でしか会ってないから、うん、なんかちょっとね、なんか 2,3 割減なんですよ。減なんですよ。うん、さあそれじゃね、あの皆さん、あのもう一度この横一列にお戻りいただいて、週一とかの塩田さんに会いたいんです。そうですよね。毎回このもうなんか塩田さんすっかりスパイダーの格好が普通になってきちゃいます。サプライズですね。でもね、